セルン HTTPD はティム・バーナーズリー、アリリオトネン、ヘンリク・エフ・ニールセンが1990年からセルンで開発し始めたウェブサーバーである。C で書かれており、世界初のウェブサーバーとして1990年のクリスマスに誕生した。ティム・バーナーズリーはセルンでこのネクストキューブを使い、最初のウェブサーバーとした。セルン HTTPD は、もともとは、 ネクストステップの動作するネクストキューブ上で開発され、その後他のユニックス系オペレーティングシステムやオパンウェムズに移植された。Web プロキシサーバーとしても設定可能だった。1991年6月バージョン0.1をリリース。同年8月、バーナーズリーがニュースグループオルトハイパーテキストにて、セルンの FTP サイトからこのサーバーデーモンや他の ワールドワイドウェーブ関連ソフトウェアのソースコードが入手可能であることを公表した。このサーバはサンアントニオで開催されたハイパーテックスト91で発表されセルンプログラムライブラリーの一部とされた。その後のバージョンはリブアワーライブラリーをベースとしている。後に W3C が開発を引き継ぎ1996年7月15日の バージョン3 0 a を最後に開発を終了した。1996年以降、W3C は Java ベースの Web サーバージグソーの開発に注力している。ありがとうございます。